とこちから、えー、化合物のデータベースについてえっとご紹介をいたします。であのこちらの資料もですねあの実際にはあのえっと野口研究所公益財団法人野口研究所の山,山田さんという方が作られた資料を使ってご紹介させていただきます。で山田さんはえっと有機化学の研究をされていて現在あの探索研究をしています。探、え、索、ー、のデータベースなんかを作っている先生で特にそのえっと 今日紹介するです、ねえっと、パブケムのグループとも非常にあの密接に連携を取りながら、まあ、研究を進めているということで、まあパ,ブえっと、パブケムのです、ね、話が中心になると思うんですけれども、まあ、その話を中心に、えっと、あと、まあ、ケンブルについても若干ちょっと紹介させてもらうのと、えっとまあ、最近のです、ねえっと、化合物データベースの、えっと、連携、まあ、統合の話を最後にちょっとしていきたいと思います。 で私自身はあの、えっと、ケミストでもないですし、えっと、実際その今までの研究についても化合物を使って何か研究を進めてるってことは実はあんまりしてなくて、えっと、私の今取り組んでいるのは化合物のデータベースの統合のような、えっと、話になります。 その化合物データベースを使って効率的に情報を収集するあるいはその検索をするあるいは推論をするといったようなことを今取り組んでいますのであまりその化合物のです、ね、細かい内容についてはあまり十分にちょっとお答えできることができないかもしれませんけれどもこちらにつきましても詳細の内容については山田さんのえっに直接問い合わせをしていただいても いいですし、私を通してまたえっと山田さんに行くこともできます。山田さんにももちろんそういったあの了解いただいてますんで、遠慮なくえっとご質問、あるいはそのご意見があったらいただければと思います。よろしくお願いします。で、あのお配りしたあの資料に沿って、えっとこれもえっと話を進めていきますけども、内容としてはまずその化合物データベースの概要。 について話をした後、関連データの話をして、まあ化合物の表記の仕方について話をして、まあ、ファイル形式を話をします。これについてはもうざっと本当にあのえっと情報を提供するっていうような感じになると思いますけれども、この5番目の使ってみようというところで、まあパンメドを中心、えパブケムを中心にしたそのえっとデータベースの使い方、特にそのえっと皆さんが使っていなさそうな ところをちょっとあのううあとツールについてもこれは今回データベースの講習会なのでツールについて具体的な話はしませんけれどもこういったツールがある,のかあるよっていうようなことを3つぐらい紹介をする程度になるかと思います。 あとケンブルについても本来、もう少し詳しく時間を取ってやるべきところなんですが今回はそのケンブルの中でもユニケムというサービスがあるんですけどもそれについてこれも知っているようで知らないようなサービスだと思うのでこれについてケンブルについてはご紹介します。 最後にちょっとさっきも話したように日米欧で今化合物のデータベースオープンデータですね化合物のデータベース有料,の場合有料のデータベースが数多くある中でオープンソースのデータベースもかなり最近充実してきていてそのデータをうまく活用しようというような動きもありますのでその動きを含めて最後にご紹介をしたいと思います。でまず概要なんですけども まあ化合物データベース、えー、というとままあ、えーとまあえと定義ありますけどもまあ化合物には有機まあこれはあの皆さんのほうがよくご存知だと思うんでまあさらっと読むだけにしますけども化合物には有機化合物や無機化合物が含まれます。 この講習会で扱う化合物は主に原質1000円以下の低分子有機化合物であるというふうに言ってますけどもまあえっとあまりそこら辺のところは今回は気にしなくてもいいかなと思います。あと化合物データベースに世の中にどういったものがあるのかっていうようなことを調べるサービスとしてえっと午前中の話でもあったんですけどもインテグバイオデータベースカタログっていうのがあります。でこここででも化合物ののデーータベースのえっと情報をえっと調べることができて でこの、えー、っとデータベースは、まあ、一番上に書いてありますけど文科省とか厚労省農水省計算,、えー、っと計算省による生命科学系データベース統合のための、えー ゴードポータル内のデータベースのカタログってことでちょっとライフサイエンスに特化した感じのデータベースのカタログなんですけれどもその中に化合物のデータベースっていうのも化合物のデータベース化合物を取り扱っているっていうものがここにありますあります。でここからどんなものがあるのかってことを一応数的に確認することができます例えば国内には 52件の化合物のデータベースがちょっとこれ多いかどうかって私も判断できないんですけどもまあ主にそのえっと研究のプロジェクトの成果として出てきたものを中心にえっと収集しているというようなそのカタログ情報を収集するまあえっと方針があるんでまあこれぐらいになるのかなと思うんですけどもまあ国内では52件ぐらいあると。で海外一方海外のものはどうなのかっていうとそうするとあのこれちょっとやっぱり意外に。 22件と少ないんですさっきも言ったように、まあ、国内の研究成果を中心にそのカタログ化をしているということで、まあ、少ないわけなんですけれども、えっとまあ、し,しかしながら使用、えっと、な化合物のデータベースについてはこのカタログの中に入っているので、えっと、もし興味があったらこちらの方から、えっと、化合物のデータベースを検索するっていうようなことも試してみてください。で今日は えっとまあ、先最初に申し上げました通り PubChem の使い方を、えっと、主に紹介を、えー、っとしていきます。PubChem には3、まあえーつ,まあ、つの大きなデータベースからなっていて PubChem、えーまあえー、のサブスタンス PubChem のコンパウンド、えー、バイオアッセイというようなものがあって、まあ、それぞれについてちょっとまあえー、っと 紹介をしていくことになると思いますけども、まあ最初まあ、あの分けて使うというよりもこれは非常に密接に関連し合っているので、まあ、1つのデータベースとして使って扱った方がいいと思うので、まあえっと、この講習会でも特にその、えっと、サブサブスはこうだよコンパウンドはこうですよというような話は特にしなくて、まあ、1つの PubChem の中のものとして紹介をしていこうと思います。で今言ったよようにこの3つがありま,して、えー、ありますす話ですねで 物データベースが取り扱う情報ですけどもこれももう皆さんの方がご存知だと思うんで、まあ、簡単にといいますかその読むだけにしますけども、まあ、構造式がある、まあえっと、原子の,、えっとえっと、の元素記号と単結合,結合の仕方二重結合、えっと、三重結合の組み合わせで分子構造を表したものであるというこういった構造式の情報であったり まあ物性値というその沸点とか融点とか、と溶解度の情報がある。あとは、えっとこのパブケのばえっとパブケムの場合には、バイオ活性のデータベースと化合物の中でもバイオ活性のデータベースということがその一つの特徴になっているので、その情報がまあ非常にあのまあリッチに入っています。で、化合物のえっと同定の仕方としては、まあこれもえっと まあ一般的な話だと思うんですけども、えっ、ー、と核磁気共鳴分光法っていうのがを使って、あるいは質量分析法っていうのがあります。よってことです。あと、まあ最近特に重要になってきているかと思うんですけども、その安全性の情報についても、えっ、ー、と各えっ、ー、と化合物のデータベース、えっ、ー、とオープンソースのデータベースでもえっ、ー、と広く取り扱われるようになっていて有害性の情報であるとか法規制情報などがあります。 例えば製品評価技術基盤機構 NITE の化学物質総合情報提供システムの中で化学物質の番号や名称から有害性の情報であるとか法規制情報および国際機関によるリスク評価情報等を検索することができるようなシステムがあります興味があれればばこのの方からアクセスしていいただければと思います。 また化学物質等安全データシートセーフティーデータシートというのがありまして SDS と呼ばれているものですけれども一般社団法人日本市役協会が提供している検索のサービスですけれどもこういったものがございます。 でえっと、化合物の表記の仕方についてもこれもあの一般的な話なので、えっと、もうさらっと紹介をするだけにしますけども IUPAC の命名法というのがあってその化学物質を命名する際の基本となる、えー、国際、えーまあ、純正応用化学連合 IUPAC、えー、という、えー、っと組織ですけどもそこが、えーしえー、出しているその命名法です。化学構造式が複雑な化合物になると正しい命名をするのが、まあ、結構大変であるというふうに聞いています。 また日本語による化学物質の命名法についてはこちらの URI の方から情報を見ていただければというふうに思います。あと化合物には慣用名というのがありましてデオオキシアデノシンとかですねこういった人間でよくあ普段よく使われるような表記があります。 あとはえー、っと化合物にはまあその多くのものがその ID で管理されています。それはそのデータベース単位で管理されているものもありますし、もうちょっと広いえー、っと組織の中で管理されているものもあります。例えば PubChem の場合にも PubChem 化合物の ID があったり、PubChem サブスタンスの ID があったり、p u b p c h e m のえー、っとバイオ活性の ID というものがあります。 あと CAS、えっと、登録番号 CAS レジストリーナンバーっていうのも皆さんご存知だと思いますけども、えっと、これがおそらくえっと世界で最も大きな、えっと、データベース化合物の識別の番号になるというふうに思います。でこれについては、えっとまあ、有料ののサービスなので えっと、ちょっとオープンソースのデータベースとの相性があんまり良くないんですけども、まあ、これをちょっと使わないとなかなか、えっと、研究の方が進まないあるいは世の中回っていかないってこともあるんで、まあ、こういったものも、えっと、ずっと引き続いてです、ね、サービスとして提供されているってものなんですけどもちょっとあの今回紹介する話の中ではそのキャストロー番号についてはあまりちょっと出てこないです。 で表記方法としてはまあスマイルズという表記方法があってでこれはえっとまあえっとえっと、えっと、こういったそのえっとアスキー記ー号ってんですか、ね、そのえっと英数みたいなえ英数とかその記号,記号で化合物の情報えっと構造情報を含めた特徴を示したものになりますで結構古い表記方法なんですけども例えば混合物の場合にはこういったあのえっと並べてえっと 表示すするることとももでできるというのが特徴なんですけれどもちょっと後から出てくるインチというものと最近は取って変わるようなインチと呼ばれている表記方法の方がより豊かな表現方法があるのでそちらが使われるようなことが多くなっています。 あとデータのそのデータベース間の化合物のやり取りとしては ST ファイルいわゆるモルファイルとか s t ファイルという形式が一般的で古くから利用されているものです。でバージョンとしては2,000というのと3,000というのがあって今一般的にはまだ2,000が多いんですけども結合数が999個まで2,000の場合には制限があるのでちょっと使いづらいっていことで今3,000の方で にまあ移りつつあるというようなこともあるんですけども、実際にはまだ一般的には2000の方が多く使われているようです。で、えっ、ー、と実はえっと今週の初めにえっとそのパブケムのえっと研究えっとパブケムの人の話、まあ、直接聞いたわけじゃないんですけども、一と一通り聞いた話によると、そのえっと V3000 の後釜のえっとま書式というかバージョンというのが今検討されているということで、まあ実際どういうことになるかっていうのはちょっとまだえっと情報収集できてないんですけども、そういった動きもあるようです。 でえっとまあ最近私ども実はオープン私どもと言いますそのえっとデータのオープン化を進めている立場からするとこのえっと今紹介をするえっとアイユーパックのインターナショナルケミカル・アイデンティファイアー インチと呼ばれているものに非常に注目しています。これはその構造情報まで含めたえっと化合物の識別子なんですけども、まあこういったあのえっとやはりえっとまあ線形表記といいますこの文字列表記として表現できるということでデータベースでそのデータを入れるときに入れやすいですし、その検索なんかも非常に文字列検索みたいなこともしやすいということでよく使われている形式になります。でさらにそれをハッシュ化したものがインチキーと呼ばれているもので、このまああのこれは一つなる。 化合物の表記法なんですけども構造の複雑なものになればなるほどそのインチのえっと長さ大きく長くなってしまうんですけどもインチキーというのはそれをハッシュ化したもので25こちらの方がデータベースに入れていく場合には非常にえっと便利であるということはまあ一目瞭然なんですけどもまあごくまれにと言いますかそのえっとまあえっと どのぐらいの確率化はされましたけれども、中には衝突してしまうものがある。要は、えっと、複数の化合、えっと、複数の化合物が同じインチキになってしまう。まあ、インチの場合には、もちろん識別子として分けられるんですけれども。えっと、ハッシュ化することによって、衝突してしまう恐れがあるということで、その辺は注意しなければならないということが、えっと、言われています。で、ファイルの形式については。 先ほど紹介した SMILES を収納する表記方法としてファイル形式としてこれは複数の SMILES を記載することもできてその場合には複数行にこういうふうに分けて記載することが記載した形式のファイルになります。 でもうモルファイルっていうのは化合物の,そのえっと情報をまあこういった行列の形で表したもので、まあ、以前からその化合物、えっと、データベース間とか化合物の受け渡しよく使われているものです。でモルファイルとまあ同じように化合物の情報をまあ行列的に表示したものが SDF ファイルと呼ばれているものです、SD えっと、形式として SDF というものですけどもそれはえっとモルファイルに対してあのこういったですね えっと付加的な情報例えばこれは PubChem のコンパウンド ID みたいなこういった情報も付加して書けるような組織が SDF ファイルということですまあこういったものが今主流になっているんですけども先ほども紹介したまあこれですね。でこの場合にはえっとまあ見れば多分ちょっとどうか分からないですけどあんまりそのまあ人には優しい形じゃないんですけども。 ちょっとここにインチの情報が若干ここにありますけどもまあインチの方がこれ見る人が見ればその分子の,そのコネクティビティの情報であるとかそういったものが分かるということでまあ分かりやすいこととあとはこういった文字列表記なのでデータベースの検索等に非常に扱いやすいということでインチを使っていくっていう動きがオープンソースの化合物のデータベースの世界では一般になりつつあります。 でその他の形式についてはこちらに、えっと、リンクが貼ってあるんで見ていただければいいので多分これを押すと、えっとオープンバベルっていうあの実は後からあの名前だけ出てきますけどもで化合物の、えっとまあ、情報を取り扱うそのツールなんですけども、まあ、その中にあの要は化合物の、えっと、フォーマットを変換する、えっと、機能を持っていて、まあ、その中で、まあ どういったものに変換できますよってことが書いてあって、まあこれだけのいろいろですね、えっと化合物の表記法があるということをちょっと見ていただくためにまえっとまあこちらの画面の方で表示をしています。まああまりちょっとこの話は詳しい話はえっとしません。じゃあ実際にそのパブケムをまあ使ってみようという話ですけれども。 p u b ブ e m の使い方についてもこれもやはりその、えっと、統合テレビの方で紹介があるので、えっとそ,まあ、それを見ていただくと大体の,その、えっと、様子っていったものが、えっと、分かると思います。でこれは各自興味のある人は、えっと、見てください。で最初に話したように p u b ム e m は 大きな3つのデータベースからできているんですけどもそれぞれパブケムサブスタンスコンパウンドアッセイバイオアッセイというのがあってそれぞれの関係はどうなのかというとバイオアッセイについては皆さん文字を見れば分かるように化合物に対するそのアッセイの評価をした結果を表したデータベースなんですけどもサブスタンスとコンパウンドについては ちょっととかかりづらいと言います覚えるか覚えないかだけなんですけどもどういうものかというと、えっと、ここにちょ,っとちょっと模式図的なものがあるんですけどもパブケムのサブスタンスをこの,あの点で囲ってあるとこはアルゴリズムと考えていただければいいんですけどもこれをこのアルゴリズムに入れて計算をして、まあ、出てきたのがパブケムコンパウンドというものになります。 で要はえっとそのパブケムの成り立ちをちょっと見てもらうと分かりやすいんですけども、えっと、パブケムのサブスタンスというのは本当に個々の化合物登録されている化合物いろんなデータベースで登録されている化合物のエントリーでパブケムのコンパウンドというものはそれを抽象化したものというか正規化したものになります。で 実際にそしたらパブケムの情報がどういったものを持っているかというのを見てもらうとちょっとわかりやすいと思うんですここにデータソースというのがあるのでそれを見てもらうとパブケムがいろんなデータベースの情報を取り集めてできているデータベースであるということがわかります。ここにに書いいてあるようにパブケムというのはのは一つデーータベース まあパブケムといったものが独自に化合物を集めているというよりもいろんなデータベースの化合物の情報を取り集めて一つのパブケムというデータベースができているということです。でこれ見ていくとこういったリストが640何件あるんですけどもそこに例えばソースカントリーというのがあるでこれをちょっと見てみますと。 アメリカがもちろん一番多いかと思うんですが日本には6とソースとして取り扱われていて皆さんよくご存じのケグ。 であるとか、えーまあ、その他例えば市役所さんが提供している情報が、えー、とパブケムに取り込まれているこの場合例えば k e g おそらくその自分たちから、えー、と提供したというよりもオープンに公開されているものをパブケムのグループが取り込んだというようなことだと思うんですけどもちょっと確認してないんで分かりませんけどもそれ以外にも、えーとまあ、各個人といいますかそのえっ、ー、と まあそれぞれぞののプロジェクトでで出たももをパブケに登録すすることもできます例えばグライトゥ2キャンというのはその搭載構造のレポジトリのデータベースなんですけれどもその情報がえっとパブケムに今登録されていますでこの登録をしたのがさっきこの資料紹介最初に紹介したこの資料を作っている山田さんです野口研究所の山田さんです。で、えっと、まあ私たちの組織の JST が登録している化合物のデータベース にえっと、日課時ジャパンケミカル・サブスタンス・ディクショナリっというのがあるんですけれどもそれもえっとパブケムの方に今登録をしていています、えっと、まあ大体350万件ぐらいの化合物の情報を 登録しているんですけど、これもえっと私たちがそのえっとパブケミの登録システムで登録をしています。で、私たちの化合物は今350万件ぐらいあるんですけども、その登録をしたときにどういうことをするかっていうと、各化合物に対してさっきのアルゴリズムを通して、あ、えっとまずえっとその350万件についてそれぞれ一つずつえっとパブメロのサブスタンスの ID が付与されます。 でさらにその、えー、と各化合物の構造情報私たちが提供しているのはインチの情報を提供しているんですけどもそのインチの情報を使って、えーそのえー、と正規化をして、えーまあ、ちょっと何件かっていうのはちょっと分かりませんけども、えー、と他の同じ化合物、えー、とそのえっ、ー、と 化合物と同じインチを持つものとしの中の。えっとものとして、そのえっと取りまとめられるといいますか。まあ実際にちょっと見てもらった方が、わかりやすいと思うんですけども。計算をして、えっと正規化したものが。えっとパブケミコンパウンドってものになります。まあ今の話は実際にちょっと見てもらった方が、わかりやすいと思うので。えっとこのえっと化合物の。えっと実際のエントリーをちょっと見ていこうと思います。 でこれがあのえっとパブメドのえっとコンパウンド CID と書いてあるのがこの化合物の ID がこれでその中身をずっと下の方に見ていくと,えっと今いろんなその個々の情報があるんですがまあここで見てもらうとちょっと注意していただきたいのはインチキの情報がこの要はパブケ c ムのコンパウンドの方に入っているってことです。でそれをちょっと,えっと注意しておいてください。 でどういった情報が入っているのかと順番に見ていくとまずこういった構造式構造の絵が2次元の構造の情報があって3次元の構造の情報があって各データベースのアイデンティファイアとか名前の情報があってこれがさっき紹介した IUPAC の名前であったりインチの情報がここに入っていたりしますでインチキーの情報がここに入っています。 であとまあ、スマイルの情報も入っていますでえっとモレキュラーフォーミュラの情報があったり、えー、まあ、別のアイデンティファイヤーズとしてえっとキャスナンバーの、えー、が入っていますでその他こういった番号の情報があったり、うん、あと各他のデータベースのえっと、えー ID とかその情報のページが飛ぶようなリンクのような情報があったりあとはその化合物の別名の情報が入っています。でここではさっきちょっと紹介したメッシュの名前がつけられ使って別名の情報として登録をされています。であとどういったところがこのえっと この化合物の情報を提供しているのかっていうのことが書いてあって、これをずっと見ていくと、えっと、まあだいたい200件弱の組織からこの化合物に対する情報がまあ提供されているということをしています。それを集めたものがその PubChem のコンパウンドというもの、えっと p u b というデータベースになるわけです。で、その他えっとまあ物理的な特性の情報があったり、えっと まあ結晶構造の情報があったり質量分析の情報があったりしてさらにこう下の方まで見に行くとリレートレコードっていうのがあってここではあのインジェヌイティのパスウェアアナリシスっていうツールえーとパスウェア解析とかまあ例えば遺伝子発現解析なんかでよく使われるツールこれはご存知の方は えっと、結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、その中でそのこの化合物が、えー、登場している場合にはその情報が、まあ、これ見てもらうとその情報が書いてあるんですけどもそのインジェニュティの、えっの、と、これは、えっと、有料のというかその、えっと、商用のツールなんですけどもそういった情報との、えっと、リングの情報も入っています。であとは、えっと、リレーテッドコンパウンド関係する、えー、コンパウンドの情報があってでこれはえっと 同じようなそのえっとコネクティビティを持っているもののえっとレコードがその PubChem の中には何件ありますよっていうようなことで類似の化合物を検索するっていうようなことがこのえっと情報から得ることができます。でえっとここでえっと一番ちょっと紹介しておきたいところはそのサブスタンスっていうような情報があって要は PubChem のサブスタンスとコンパウンドの違いっていうのはサブスタンスの個々のえっといろんなそのデータベースのえっと ソースから提供を受けた化合物の情報であってそれを正規化したものがコンパウンドという話をしましたけれども先ほど言ったそのこの化合物に対して CID という ID がついていますけれどもここにですねえっというのがあってそこに238件というのがあります。これを実際に見に見行くと ちょっとよく見てもらうととちょっと小さくて見づらいですけどもここに書く今238件の化合物がヒットしてますけども SID としてこういった番号がついていてそれぞれこれ違う番号がついてるんですけども CID はコンパウンド ID としては同じものが えつ,ついていてます要はこれだけの化合物がそのえっとパブケムを登録する時にアルゴリズムを通してえっと同じ化合物として抽象化された要は正規化された化合物としてえ抽象化化された化合物に対してこの CID うのがいいているということになりますでこの間の CID 違いは何なのかっていうとそのパブケムのオリジナルのアルゴリズムによって計算されたものなんですけどもまあ一般的にはインチと対応していてインチが同じものはえっと同じコンパウンドになります。 でインチの違うものは、えっと、違う化合物になるということでまああの、まあ、そうやって覚えてもらうと一番いいかもしれないです同じインチを持つ化合物をコンパウンドの同じ、えっと、コンパウンド ID を持つということになりますでこの場合にはコンパウンド ID、えっとにえー、このコンパウンド ID に対して、えっと、このコンパウンド ID ですねこの123831、えっと、ですかねの コンパウンド ID に対してサブスタンス ID を持つものが238件あるということになります。 でえっと、あと引き続て見てきますけれども、えっと、文献の情報のリンクの情報があったり、えっと、ベンダーの情報があったりというようなデータベースになってきて、まあ、こんだけあの項目がずっとあって毒性、えっと、の情報とかパテントの情報とか、まあ、いろんな情報を集めてきてそれを整理したものが PubChem のデータベースになっています。ももう一度こっっっち戻ってもらってら じゃあえっとパブケムのサブスタンスのはどうなっているかっていうことなんですけども例えばえっとこれを見ていくと非常に似たような画面でサブスタンスかえっとサブスタンスかコンパウンドっていうのはここのえっと ID の情報を見ると SID と書いてあるのがサブスタンスなんですけどもそれを見てもらうと実はこのサブスタンスの方には インチとかインチキーの情報がないんですというのはコンパウンドの方で取りまとめているのでそのインチとかインチの情報を持つのはコンパウンドの方で持っていてこちらの方にはコンパウンドの情報は持っていなくて代わりにその同じインチを持っている情報元であるコンパウンドの方の ID の情報がこれですね。 つけられているってことこなのでサブスタンスとコンパウンドの違いというのはちょっとそういうふうにえっと覚えておいてください。であのこちらまた資料の方に戻りますけれども、えっとまあ、こういったあの PubChem とか PubChem のサブスタンスかコンパウンドの情報をちょっと整理してもらったところでじゃあデータの所得方法をどうするかってことなんですけども、まあ、通常皆さん使う場合にはおそらくさっきの PubChem の,パブケムの、えっと、インターフェースから検索の窓口があるんでそこにキーワード検索をして、まあ、検索をしてそのヒットしたものがの化合物がリストアップされるのでそれを選んで、えっと、情報を、えっと、収集して、まあ、中,中をよく確認するってことなんですけどもえっと それ以外にデータの取り方としては、えっと、API という形で情報を取ることができます。API というのはどういうものなのかこれも皆さんご存知だと思いますけれども、えっと、HTTP のシステムを使ってその HTTP なんとかなんとかというところに情報を埋め込むことによってでそれをえっとブラウザーにの、えっと、アドレスの欄に入れてやることで情報を直接入手する方法です。 でえっと、情報収集する情報がある程度ちゃんとしている、まあえっと、確定している場合にはその方が便利な場合があるので今日はその情報の取り方について、えっと、ちょっと時間ををかけて紹介をしたいいと思います例えば、えっと、これが今レスト形式の API と呼ばれているものでここの中に、えっと、検索をして、えっと、見つけたい情報が含まれています。 で要はどういう構造になっているかっていうと,、えっとこういったその頭の部分 PubChem、えっと、の NCBI とこういったえっと所属のえっとまあ情報みたいなのがあってここにインプットのスペシフィケーションインプットがどういったものでどういった情報が欲しくてアウトプットの形式はどうでその書式、えっと、ファイルの形式をどうするかっていうような情報をこのえっと HTTP から始まる文字列で表記してやってその情報を叩くと直接その情報を収集することができるというのがこのサービスです。で、えっと、名前の呼び方としては PubChem、えっとえーえー、という名前で、えー、っと使われているものなんですけども結構この PubChem の人はこれを 結構一生懸命やっていてあまり実は使ってない人もいるんですけどもパブケームからするとこれをぜひ使ってほしいということで結構力を入れてやっているサービスです。例例えばちょっと分かりやすい例で言うとここにはこういったその頭の部分があってその後半の部分に「CompoundCID244」というのがあります。 PNG と書いてありますけれども要はこれは何を表しているかというとコンパウンドの SID が244のものの、えっとえっと、化合物の、えっとまあ、図を示せということなんですこれを叩くと直接この情報に飛ぶことができるということです。でもちろんこの一個一個その指定してやることもできるしある条件を設定してやってまとめて情報を取ることもできます。 例えば、どれがいいかな、これがいいかな、ちょっとあのこの例をちょっと示しますと、コンパウンドの名前がアスピリンのものを SDF 形式で情報を引っ張ってこいというような式になります。これを叩くとととどううなるかというと まあ実際普通のブラウザではえっと表現できないのでえっとダウンロードして見ることができるんですけどもそのダウンロードしたファイルを見に行くとまあ普通のテキストエディターみたいなもので開けばいいんですけどもまあこういった形でさっき言った SDF ファイルっていうのは構造情報を行列で表したものでアスプリンの構造情報が表されているともにえっとそのえっと いろんなですね、えー、っとその付加的な情報が表記されていてその中の例えばああいうパックの、えー、っと名前の付け方であったりそういったその、えーっとまあ、いろんなです、ね、物性の情報であったりそういったものを、えーっとまあ、こういったファイルとして収集することができるというサービスです。でまあ、これはあの 1一つのレコード検索と書いてありますけれども、まあ、もっといろんなことがいろいろできていてコンパウンドのプロパティのテーブルを作るっていうこともできて例えば、えー、っとどれがいいかっていうと、まあ、例えばこの上から2番目の例で言いますとコンパウンドの、えー、っとコンパウンド ID が12345のものについて、えー、っとモレキュラーフォーミュラとモレキュラーウェイトと えとインチキーの情報を JSON という形で取ってこいということなんですけども JSON という形だと今ちょっと JSON の形を選んでますがこれはあのブラウザで例えば、Chrome だったら見れるので選んだんですけどもまあこういった形でですねこれあまりちょっと,っょっと小さくて見づらいですけれどもモレキュラーフォーミュラがこうでモレキュラーウェイトがこうでインチキーの情報がこうですよこれが例えばえっとパブケマ ID の位置に 3 4 5についいててそれぞれぞ取ってくるというようなことですでまあこういったようにある目的がちゃんと決まっていればこの方が情報収集がが早いい場合が多いですで、まあ、それ以外にもシノニムの情報を取ってこいというようなことで、えっと、例えば、えっと、コンパウンドのアスプリンの,その別名の情報を取ってこいって場合にはこれを見ると、まあ、これだけの別名の情報を一気にこういったあのえっと 一つのテキストデータとして取ってこれるので例えば何かそのデータベースを作るときにこういった情報をそのまま貼り付けて使うってこともできるというメリットがあります。であとはシノニムのほかディスクリプションの情報であったり SID と CID と AID アクセッションナンバーバイオアッセイの ID 間の関係の情報であったり。 そういったものを一度で取ってくるってことができたり。します。でまあいくつかの例をこれピックアップしています。でアッセイのディスクリプションの情報であるとか。えっとアッセイのターゲットの情報要はまあ多くはタンパク質の情報だと思うんですけれども、タンパク質の情報を取ってきたり。 アッセイのサマリーの情報を取ってきたりというようなことがこういったその HTTP から始まる文字列としてブラウザを通して一括して情報が取れるというのがこの REST のと u b と呼ばれている p u b ム e m の REST サービスの特徴です。 でクラシフィケーションというのはちょっと後から紹介をするんですけども、えっと他のデータベースの知識を使って、えー、まあ分類化合物の分類をしてるんですけどもその情報の収集することもできたりあとは XREF というのは別の化合物のデータベースとの、えっとえー、マッピングの情報といいますかクロスリファレスの情報を収集することもできます。でえっと、まあちょっっとと 短い時間ですけどもちょっと時間を作りますので各自このページを開いてもらってたたいてもらってもいいですしあるいは自分の関心のある化合物を使って自分でその検索式を作ってやってみてもいいです <laughs> でちょっと検索式の作り方っていうのはマニュアルがあって結構膨大なマニュアルなんですぐにはできないんで多分どっかの部分を入れ替えることによって今回は試していただければと思います。ここに多分 マニュアルみたいなものもあると思うのでちょっと見てみてください。でこの、まあまあ、REST という API のサービスの特徴は まあ自分の例えばサービスなんかにもちろん組み込んでその情報収集することもできるようになりますしであとはデータの受け渡しですねその共同研究者のデータとの受け渡しみたいなところでまあパブケ e を使って候補のデータものについてこういったそのレッストの形式で情報を受け渡すこともできるかと思いますちょっと皆さんそのままいろいろ今のとパグのサービスの テストをしていただきながら聞くだけ聞いてほしいんですけども API のサービスには今言ったレストっていう要は人が非常に分かりやすいような文字列を使って情報を収集する方法以外に以前から SOAP と呼ばれている形式の API も依然として PubChem の方の でも提供しているので、まあ、そちらの方が以前から使って使いやすいって人がいれば、まあ、使っていただければといいと思います今はパブケムの場合には API のサービスは今紹介をしたレスト的なサービスが今主流になっていますあの古くからのソープという景色も異常に残っていますけども、まあ、両方使えます <laughs> はい、じゃあ,あのもう一つですね似たようなサービスであの、まあまあ、ほぼレストのサービスで引き続きなんですけども、えっと、午前中の話でもちょっと先ほどの私の,あの文献の話でも出てきたようにあのデータをですね最近その統合するっていう中で RDF っていう形で要はグラフ形式で主語と術語と目的語みたいなその3つ組みのデータを1、えー、つのデータセットとしてそれをあの データベースに彫り込んでやることによって主語と共通している述語の部分がつながっていて大きなネットワークを作ってそのネットワークをたどることによっていろんな情報検索とか推論ができるよっていうような形を実現しているのが RDF っていう形で作ったそのデータベースなんですけどもパブケムの場合もその RDF 化っていうのは非常に一生懸命やっていて。 その R. D. F. 形式で書いてあるデータに対するレストのサービスもあります。今、最初にちょっと紹介したのは、おそらく、その以前からある。えっと、リレーショナルで、まあ、関係データベースに対して情報を収集するレストなんですけども。えっと、その R. D. F. って形もパブケムでは一生懸命やっていて。まあ、それに対する、えっと、レストのサービスもあるということです。例えば、まあ、これ非常に簡単な例を、えっと、いくつか、えっと、ピックアップしていますけども。えー、例えば。 これは RDF という形の NCBI のバブケムに対してコンパウンド SID244 の情報を取ってこいというんですけどもこれを叩くとどうふになるかというとこういった形になります。でちょっとあのえっと情報系の人は多分これが非常に見やすい形かもしれないんですけどもちょっと皆さんにはなじみの薄いえっと ちょっと頭の切れちゃってますけども要は今たたいたのはこの RDF の形の「SID244」というものが主語としてちょっとこれも切れちゃってプレディケート要は述語の部分が「participant in the same time」というのが書いてあってその目的語としてこういうような情報が入っています。ここれ何なののかというとこの S C といいいうう SID CID244 化合物が関与している えっとバイオシステム要はそのパスウェイの情報みたいなもの生命現象みたいなものだと思っていただければいいんですけどもこの化合物が関与しているえっと生命現象とかパスウェイは何なのかっていうのが書いてあるっていうようなことがこの一行に書いてあるわけです。こ,のこれが主語として動詞がこれで目的がこれその目的はたくさんあるってことなんですけども例えばこれを見てもらうと一番目の見てもらうとこのえっと二二四224という化合物が。 ちちょっっと切れちゃったソースの毛具のえっと単純ですかね単純のえっと分泌という多分毛具のパスっというかそのえっとエントリーがあると思うんですけどもそこで登場する化合物ですという,というような情報がえっと入っているということです。で、まあ、このようにあの、まあ、下見てもらった方がいいかな。 この化合物に対して今はそのえっとどういったところで登場しているかということのほかにえっとアイソトープの情報とかアトリビュート要はどういった属性を持っているかっていうことでちょっと例えばさっきの244っていう化合物のカノニカルなスマイルズは何なのかっていう情報をここに見に行くとそのスマイルの情報が値としてこういうふうに入っているというような形式になっています。でこういった API の REST の形式で RDF というデータベースに対して情報の検索がこういった API を使ったサービスで検索をできます。で実際普通は RDF データに対しては s p a r ルエンドポイント i っていうその s p a r q という RDF データに対する 検索の窓口があって、そこにその検索文を書いて情報収集するんですけども、ちょっとそれがまあ、そんなに難しくないんですけども、ちょっと馴染みがづらいってい人にはこういったそのえっと目的の情報を A.P.I. の形で情報収集することができるようになっています。入っている情報はさっき言ったえ最初に紹介したえっとレストのえっとパグのサービス、まあこれもパグのサービスの一つとしてはなってないのかな。 最初に紹介したものと同じ情報が取れるんですけども一応とといいうう形でで情報の収集検索ができるということですでこの辺についても、まあえっと、興味あったらちょっと皆さん見てもらうとその RDF という形がどういうものなのかってことも分かりますしその RDF という形式で書いてあることによる、まあ、あの利点なんかもひょっとしたら分かってもらえるんじゃないかなと思いますけども要はえっと 術語,語と目的語の関係でデータを持っていてそれをつなげることによって大きなネットワークができるのでそのネットワークに対してそのつながりからいろんな情報を収集するということでなかなかその一個一個検索した中では気づかなかったような関係を見つけることができるようなことが期待されているサービスですということです。 次にそしたらク、えっと、ラフィケーションブラウザーっていうのがあるんですこれは、えっと、ちょっとここに書いてあるんですけども、えっと、パブケムの化合物に対してオントロジーや、まあ、その他の分類法要は分類体系から、えー、化合物のセットに対して、まあ、絞り込みを行ったり、えっと、言い換えると化合物に対してその、えっと、オントロジーをつけたり、えっとまあ、分類をつけたり と分類分類分けを行うといったようなサービスになります。でこれもえっとあまり使われている人いないかもしれないにちょっと紹介をしたいと思います。でこれが PubChem のトップ画面ですけれどもそこにえっとここにクラシフィケーションというのがあるんでここをクリックしてもらうとそのえっと PubChem のクラシフィケーションのエントリーペえっとトップページに行くことができます。まあこういったページになるんですけれども。 実際にそしたらちょっとブラウザを使ってえっと紹介していきたいと思います。でここにえっとクラシフィケーションというのがあるんでここをクリックしてもらうと,えっとさっき見てもらったえっとエントリーのページにいけるかと思います。 これは、えっと、さっきも言ったように化合物えパ,ブパブケムの化合物に対して、えっと、オントロジー、まあ、要は分類体系とか機能の情報を付与すること、まあえっと、もうちょっと優しく言ってしまうとその化合物に対ある機能を持った化合物を、えっと、効率的に収集することができるようなサービスです。 例えばその分類体系としてどういうものがあるかっていうとさっきも紹介したメッシュというものがありますそれ以外にどういったものがあるのかっていうとこれプルダウンメニューになっていて見に行くとこれだその中で今日は k e v っていうオントロジー化合物のオントロジーを紹介してその k ビ i のオントロジーを使って化合物のある機能を持った化合物を効率的に収集する方法をご紹介します。 でこの、えっと、セレクト、えっと、クラシフィケーションっていうのがあるんでそこでまあケビを選んでもらって、まあ、見に行くと、えっと、こういった画面が、えっと、出てくるんですけどもこれは何,なの何を表しているかというとケビのこれがオントロジーの体系になっていてこの、えっと、三角形のところを、えっと、押していくとどん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 、えっと、階層が深くなっていくわけなんですけども、えっと、今、えっと、このデータタイプカウントっていうのがあって2ーディスプレイっていうのがあるんですけども今コンパウンドパブケムの コンパウンドに対して、えっとそのえー、ケビのオントロジーの合意に対してどれだけの化合物が対応しているかということなんですけど、まあ、この1番目のところを見てもらうと、えー、ケビのオントロジーの1番目のところこの9万件の、えっと、パブケムコンパウンドがそのケビに、えっと、アサインされているケビの機能が、えっと、の分類体系を使って分類されているということを表しています。でここで例えば、えっと、サブススタンスを選ぶとあの この件数が変わってくるっていうのがわかると、まあ、もちろんサブスタンスの多いんで、まあ、数多くなる。まあ、これ、この場合、あまりその差がないんですけれども。えっと、これ、切り替えることによって、サブスタンスに対して、えっと。機能付けを行うかというようなこと、まあ、区別ができるようになっています。ここで、例えば、えー、っと。資料の例では。えー、どうしたかな。あ、グ,グリコリピットって書いてあ。 糖質みたいな、えっと、グライコリピートグリコリピットっていうものを検索をしてやるとこの、えっと、パブケムのオントロジーの、えっと、ケ,ケビのオントロジーの中でどういうふうに入っているかっていうと例えば、まあ、こういったところで、えっとグ,ライえー、グライコリピートっていうのが入っているわけなんですけども、えっと、ちょっと小さくて見づらいんですけどもこのケビのオントロジーのこれがその、えっと、階層関係になっていてケビのオントロジーがトップにあってその下が、えっと、ケミカルエンティティいう かな、カイミカルエンティ,ティになって、その人がモレキュラん、エンティティかな、エンティ,ティになっていてっていう、まあ、これ階層を表してるんですけども。えっと。この。プラスジズスを押すと。もっと細かく出てきて。えっと、今この検索をした、え、グライコリピットというものが含まれている体系がここに、えっと、入ってるんです。ちょっと、これのままじゃわからないんで。えっと。ブラウザの検索機能を使って。 表してみるとこういった形で、えっと、どこが当たっているかって分かるんですけども、まあ、その中で、えっとまあ、部分的に当たっているところもあるんですけども、まあ、そのままずばり当たっているところがあるんで例えばこれをクリックをするとここの階層の関係がこう見つかってきてでここの階層に対してこの577件っていうのは577件の化合物コンパウンドがこのグライコリピットの機能が割り当てられてますよってことでこの 件数のところを押すと、五百七十七件のえっとこれはコンパウンドの情報が五百七十件七件取れてくると、えっと要はえっとこの化合物に対して五百七十七件の化合物に対してケビのオントロジーのグライコリピットっていうような情報がまあ付与されているってものを今えっと引っ張ってきているということです。 今このと今このケビケビっていうのはえっと化合物の要はオントロジーで化合物の,その構造情報、まあ、構造情報とあと機能の情報をえっと整理したオントロジーなんですけども、まあ、それ以外のオントロジーとかえっと分類体系というか語彙体系も使えてさっき言ったメッシュもそうなんですけども実はその人員オントロジーなんかも使えるってことをちょっと紹介をしていきたいと思います。このここのの、えっと、プルダウンメニューのところに ジジーンオンオトロジーというのがあって、まあ、皆さんご存じのとおり人ンオントロジーにはバイオロジカルプロセスというのとセルラーコンポーネントというのとモレキュラーファンクションという、まあ、それぞれの大きなオントロジーのトップがあって、まあ、その中の例えばバイオロジカルプロセスの情報についてその情報を使って実はここは化合物の分類じゃなくて NCBI で登録されているものにえっと 生体内小分子みたいな、まあ、ここでは、えー、と実際にはジーンとプロテインに対して情報を付与するということなんです、まあちょっと化合物と離れてしまうんですけども、えー、と例えばグリコシル化みたいなグリコシレーションみたいな言葉を使ってえっ、ー、と 検索をすると、えっと、これプロテイングリコシレーションというのが、えっと、ジーンオントロジーの、えっと、バイオロジカルプロセスの中に、まあ、こういった言葉が入っているんですけども、まあ、そこで今当たってきているということでこのトップに当たってきていますけどもこの先ほどのクラシフィケーションのところをもっと開いてやると、えっと、でさっき使ったまたブラウザーの文字列検索をすると 例えば、えー、っと見づらいですけれどもここにグリコシレーションというのがあってこれをクリックするとバールガドプロセスというオントロジーの下のメタボリックプロセスの下にグリコシレーションというのがあってそこに9個って書いてありますけれどもこれは何が9個なのかっていうとあこ,こ,でです、ね、ここで最初に、えっと、何に当てるかってことなんですけれども、えっと、例えば G に当ててやるとこれが 524件の寺院に割り当てられることができる。まあこれはあの過誤性がないんで、ちょっとえっと今回のえっとテーマとはは外れてえ外れてしまうところもあるんですけども。 一応そのグルコシル化というような現象に対してどういった遺伝子が関わっているかということを検索することが一応 PubChem の,のクラシフィケーションブラウザーとからで,できるこれも NCBI のデータベースが化合物からタンパク質あるいはその文献の情報まで広くその連携を取っているとい,ことでできるということで今ちょっと紹介をしてますけどもこういったその分類をするサービスも化合物とか NCBI のえっと 登録されているエントリーに対して、えー、オントロジーを使った分類をできるサービスがあります。で、えっとまだ時間がちょっとあるので、じゃあ5分ぐらい。ちょっと皆さんにまたえっと。好きなようにちょっと。試していただけますでしょうか。えっと入り方としては？ま1、あ、番分かりやすいのは、まあ、えっと。 パブケムのエントリーのの一番最初のページ、まあ、Google 検索をして一番最初に出てくるようなパブケムのページのクラシフィケーションというのが右にあるんでそれを選んでもらってどの分類体系を使うかっていうようなことを選んでもらって例えばここには、えっと、ケグパスウェイみたいなものもあるんで。 どっかにあっこれはパスがちょっと入ってないな。<coughs> 例えばケグ,ケグのドラッグクラスというものその分類体系に対してパブ,パブケムに入っているコンパウンドとかサブスタンスを分類する場合に今使うような状態にしています。それぞれキーワードを入れて絞り込んでいったりあるいはこういった階層を開いて自分の関心のあるところを開いていってそこに入っているようなものを選んでいくと。 それに対応するえっとパブケムの例えばこの場合のコンパウンドの情報を収集することができると思います。 で収集した情報は例えば今ちょっと先に進んでしまいましたけどもえっと例えばこれを選んで各エントリーに行ってその情報をダウンロードした場合にはダウンロードっていうのがここにあるんで好きな例えば興味のあるっていう必要な方法で。 形式でデータのダウンロードができます。で、あの、まあ、この今紹介したクラスックエーションブラウザーというは、えっと、いろんな、えっと、外部の分類体系を使って。えっと、パブケム。 ブケーの以外の NCBI のエントリーに対していろんなその分類とか検索ができるサービスなんですけどもさっき言った REST の,の API のサービスからでも情報の収集ができるんですけども関心のある人はその API でどうやって今やったような方法を AP である場合にはどうしたらいいかってことも一応書いてあるんですけどもまあ多分実際にはこのブラウザー的インターフェースを使った方が REST を使うよりも わかかりやすすいいもしれないですけど、多分ここのクラシフィケーションとかあるのでこれが多分そのクラシフィケーションを使った <laughs> えっとここです例えば、えー、っとパグのサブスタンスの1917に対してクラシフィケーションをつけろっていうのこれを選ぶと。 ちょっと今やらないですけどもそのこの化合物に対していろんなその合意体系を使った分類の体系の用語があればその情報をつけて XML 形式で例えばこの API に対しては情報をつけて返してくれるというものだと思います。これはあの、えっと 特に今回紹介した一つのクラスケーションブラウザを紹介した理由はデータベースを統合するメリットみたいなことをちょっと皆さんに体験していただきたいと思って紹介してるんですけどもこういったことを今ブラウザで検索することができるし API で検索することもできますしちょっと繰り返しになりますけども PubChem の場合には RDF という形で情報のえっと 作成も行っていてデータベース化もしているんで今言ったようなことも一応 RTF という形で検索文を書くことによって検索ができるようにもなります。じゃあちょっと先に進めます。で、えっと データをダウンロードする場合にはさっき言ったような各項目に対して必要な情報に対してチェックを入れて PubChem のポイントか各エントリーのページからダウンロードを選んで好きな形式で選んでいくことができるんですけども PubChem の FTP っていうそのデータを丸ごとダウンロードできるようなサービスもあります。で PubChem についてはそのえっとライセンスが実はあんまりちゃんとはっきり。 書いいいてないと思います特にその私が確認した PubChem の RDF という形のデータベースなんですけども、えっと、使いたかったら自分でダウンロードして自分のデータベースに入れて使ってくれみたいな書き方がしてあるんで、えっと、使えると思いますで。ただ逆にそれ怖くて、えっと、ライセンスが書いてないから将来どうなるかわからないということもあるんですけどもあると思ってちょっと怖いんですけども一応えっとま n c b b c NCBI とか NIH とかそういった機関というのは公的資金で出た研究成果というのはすべてオープンすべきだという今、方針が取られているので特に問題なく使えると思いますけれどもこの FTP と,とからデータのダウンロードができます。例えば バブケムのトップダウンのところにバブケム FTP というのがのここを選んでもらうとあの非常に巨大なデータベースなので一括で取るというより、まあ、いくつか分けて取らなきゃいけなくて例えばその中でも RDF 形式でデータベースに対してそれを全部取っていこうと思っても、まあ、その中でこういったいくつも分かれていてその中にさらに細かく分かれていてかなり大きなデータベースなので、まあ、それを全部取ってきて使うっていうのもなかなか大変なんですけども一応、えっと、ライセンス上は特に名義がなくて、えっと、使いたかったら自分でダウンロードして使えというふうに書いてあります。で特に RDF データに関しては本当はその SPARQL っていう、えっと、検索の、えっと、インターフェースがあってでそれが PubChem の方で 提供されていれば RDF に対しても検索ができるんですけども今実はそのインターフェースが提供されていなくてやりたかったら自分たちでそのデータベースを構築してその RDF 形式でデータを検索するってことはできるようになっています。 実際にえっとどういうふうにデータが FTP とかに入っているかという構造がちょっと書いてあるのでまあこういった非常に細かい形で情報が入っていてまあそれをすべて取ってくるっていう必要がまあ,あるんですけれどもそういう方法もできます。でまあ、ツールについてはもうここにも書いてあるようにえっとデータベース今回の講習の内容とはちょっと別の話なのでえっと興味のある人はリンクなどを参照してくださいというふうに書いてありますけれどもまあこういったのツールがえっとあります。特にオープンバルというのは、えっと GUI の形でも提供できてスタンダードローンでその自分のパソコンにえっと取り込んでいってで例えばえっと化合物館の ID の変換なんかもえっとグラフィカルユーザーインターフェースでできるのでまああのえっとまあそういったそのプログラムをまあ普段やらない人でも非常に使いやすいツールになっていますのでまあ関心のある人あるいは必要な方は見てください。 でえっと次はえっとその化合物の分子表示についてえっと紹介をしますんでパブケムのえっとインターフェースでもちろんそのえっと先物ちょっと紹介したようにえっと分子表示えっと立体構造の表示はできるんですけどまずそれについてちょっと紹介をえっとしますでえっとその画面ですけども。 実際にこのパブケムのトップ画面のえっと,ところのこの右の方にえー まあ 3D 表示のツールがあるんで、そこを選んでもらってウェブベースド 3D ビュワー,ーっていうのを選んでください。そうすると、えっとこの資料にあるような表示が出てきて、ここに例えばえコンパウンド ID を入れてもらって検索することができるようになっています。例えば資料と同じようなえっと例に、まあ例えばえっと CID の一三七三ゼロというものだと、を使ってやってみますと。 を入れててもらって下の方にビューっていうのがあるんで入れてもらうとちょっと皆さんいっぺんにやるとつながらないかもしれないですけどもまあこういったえっとパブケム上で。 ここういった 3D の構造をえっと確認することができますであと今この資料の方で紹介しているのが別のそのブラウザを使って、えっと、別のえっとウェブページを使って開く方法ですけどもここに g l モ a l っていうサービスがあるんですけどもこれを見てもらうと、まあ、こちらの方がいろいろ多分扱いが安いんで、まあ、こちらの方が多分えっとメジャーなのかもしれませんけども。 えっとまあ、こういったその情報を見ることができてその場合には、えっとまあ、ここでいろんな設定が変えられたりする以外にこのロードっていうところがあってそこに例えば、えっと、PubChem のコンパウンド ID を入れて、えー、その、えっと、立体構造を見ることもできますしここに、えっと、構造情報の、えー、を えとコイペして貼ることによってその化合物の構造情報をこちらの画面から表示することもできるようになっています。で、まあ、その場合このウェブツールを使って 3D のコンフォーマーの情報を確認する場合の方法ですけども例えば まあ、あのどんな化合物でもいいと思うんですけどもこれダウンロード」っていうのがあって、えっと、今はこれさっき同じ「13730」っていう CID13730、えって、と、いうので検索してますけども「ダウンロード」っていうのがあってそこに「3D コンフォーマー」っていうのがあってそこを開くとえっといくつかの形式でダウンロードできるのうなってここの例えば「SDF」っていうファイルの形式をセーブをすると。 ここにファイルがダウンロードされてこれを全部コピーしてさっきのツールのどこだっけこれだな。 ここにコピーして貼ると、えっと、その構造を見ることができます。ちょっと、あの、みんなでやると、えっと。うまく開かない可能性、ちょっと私やり、やりませんけども、えっと。ここに、ここですね、ここのところに。全文。ここですね、ここのところを。 ここを入れ替えるような形で先ほどえっとパブケミックが取ってきたえっとこの化合物の情報を取ってきてここのボタンを押すと,えっとこの情報に入ったこのえっと立体構造が構造情報を確認することができるここのボタンを押すとこれが反映されます。 で今言った話はですねあのこちらの,あの、えっと、配布した資料の方に書いてあるんで、まあ、各自、えっと、試してみてください。であとあの時間もちょっとあんまりなくなってきたんで、えっと、先進みますけども ID の変換サービスというのがあってこれはあのえっと酸素系で多分作ってたえっと データベース間のマッピングを提供するサービスなんですけども。 えっと、ちょっとここで紹介しておきながらなんですけどもちょっとあのデータの更新が最近ちょっとできてるかっていうのはちょっと心配なところがあるんでちょっとそれだけ注意してもらえばいいと思うんですけどもあの非常に便利なサービスなのでその化合物に限るいろんな、えっと、データベース間のマッピングの情報を提供しているサービスなので、えっと、まあそういったことが必要な方は、えっと、これをサービスを使えばいいと思いますけどちょっと更新の頻度をちょっと確認してもらった方がいいかもしれないですね。 でちょっとまあ時間もなくなってきたのでちょっと先に進みますけどもちょっとケンブルの話はも,う本当はもうちょっとあのパブケムと同等に取り扱いたかったんですちょっとパブケムの話がえっとちょっと長くなっちゃったので、まあ、今回は一つだけ紹介しますけども、えっと、まあパブケムっというのが要は NCB、えっと、アメリカの方で作られているえっとデータベースでケンブルというのは EBI ヨーロッパの方で作られている化合物のデータベースで、まあそのえっと 層壁をなすデータベースなんですけれども、まあその中のえっと一つのサービスについてご紹介します。で、これがそのえっとケビのえっとエントリーの画面ですけれども、えっとちょっと実際にページを見ていきますと、まあこういったページになっていて、まあ最初のトップ画面では検索する窓口がついているんですけれども、その左の方にえっとユニケムっていうサービスがあるんですこれをちょっと選んでもらうと。 こういったインターーフェースになりますで。これは何なのかっていうと、えっと、化合物間データベース間のマッピングの情報を取るサービスで、えっと、その時の、えっとキ,ーえっと、キーになるものとしてインチとかインチキーを使って化合物データベース間のマッピングをするというサービスです。例えばインチキーというようなものを選んでもらって、えっと、すぐにちょっとインチキーというのが浮かばないのでここに今資料にあるものをコピペして使いますけども。 ここに例えばこう,うインチキーのものを入れてもらってサブミットするとこういったその今入れたインチキーを持っている大体今登録されている化合物のデータベースが35あるんですけどもそれぞれの化合物のマッピングの情報が取れる例えばケンブルの113っていうものと,えっとパブケムの2519というものが 同じインチキーを持っている同じ化合物として考えられるということあと例えば JST が我々がやっている日課字ってものに対して言うと J23 えっとちょっと見えないですけどもこういったその35種類ぐらいの化合物のデータベースとのマッピングの情報を取れるというサービスです。でさっき ID の検索の酸素券の作ってえっと 国内のサービスを紹介しましたけど化合物についてはこのインチキーを使って化合物間のマッピングを取るっていうのがおそらくこれが一番使いやすいといいますか、えっと、便利なんじゃないかなというふうに私ども思っています。 でちょっとあの時間ないのでちょっとこれだけにしちゃいますけども、で最後にちょっとあの二三分かけて、えっと我々の化合物データベースの統合の取り組みっていうのを紹介します。で現在、まあこれはあの聞いていただくだけになると思うんですけども、化合物のオープンデータのえっと 統合化の話が進んでいて、えー、っとさっき言ったそのパブケムとケンブルとあと我々のやっている日課っという形で中でデータベースの統合を進めていますで一つは、えっと、RDF 形式でデータベースの統合をしていますでその時に同じような書式 RDF の書式同じようなオントロジーを使って、えっと、RDF 形式でデータの統合をしていますあとさっき見てもらった今見てもらったユニケムっていうインチキーの情報をあるいはインチなんですけどインチキーの情報を使って化合物化のマッピングをしています あと国内の化合物を取り扱っているデータベースの、えーっとまあ、ハブ化みたいなことを今、えー、っと日課寺の方では取り組んでいます。まあ、こういっった形になって、まあこの 外側の枠がパブケムケンブル日課時という化合物のデータベースで r d 化をそれぞれ進めていて同じような書式で書いているのでこれらに対して同じような検索文で書いてそれぞれのデータベースに対して情報の検索ができるようになっています。あとユニケムを使うような例えばインチキの情報を使って化合物間のマッピングを通っているということをしています。 日、まあ、課については、まああのまあ、ご存じの方も知らない方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、こういったデータベースで、まあ、提供している情報というのは、まあ、普通の化合物と一緒なんですけども、えっと、特にその特徴として、えっと、化合物の,そのエントリーの中には国内の,その引用文献の情報が入っているということで、えっと、これはあの他の例えば海外のパブケムとかケンブルの中には入っていないような文献の情報も入っていてあると。えっと 特許の情報が入ったりするんでこういった独自の情報を持っているのでぜひあと過合スデータベースの登録数を見てもらおうと思ってちょっと出したんですけども例えば CAS が一番でかいのは当たり前なんですけどもケンブルがパブケムがこのぐらいでケンブルがこれぐらいで日本のやっている日課時っといったものが まあ300今70万件ぐらいになっているので、まあ、例えばケンブルと比べてもまあ遜色ないぐらいの結構大きなデータベースで、まあ、この今3局がそれぞれデータ、えっと、オープンソースの化合物のデータベースなのでこれらがさっき言ったような連携を組んでデータ,データベースの統合といいますかその統合というよりもそ,の、えっと、それぞれの拠点のを生かしながら RDF、えっという形で情報を収集したり統合したりするということをしているということです。 でこれが RDF の形で、まあ、これも興味ある人は見てください。まあ、RDF 化するとどういうメリットがあるかということをここでちょっと表しているんですけども、まあ、これも興味あったら見てください。で、まあ、データとセットしてはこういうところに入ってます。であといろんなその化合物の機能を推論したりっていうようなこともいろいろ進めています。で最後ちょっと最,最初ちょっとちらっと見えちゃったんですけども、えっと、どれだっけ あこれですねあの実はこれあの、えっと、やっぱデータベースの統合化合、まあ、物に限らずデータベースの統合の、えっと、研究開発会議が、えっと、今現在も実は進んでいて、えっと、今週の月曜日日曜日から始まっていて、えっと、そういったそのデータベースの統合の打ち合わせをしている、まあ、研究開発をしているんですけどもちょっとここに見えている人この人帽子かぶってる人が、えっとけんえっと、パブケムのえっと えっとエバンさんという方で、まあ化合物のデータベースのまあトップ的な役割をして、まあこういった人たちが国内の研究者と集まって。いろんなデータベース統合の話をしていて、えっとちらっと見えてますけど、その文献の話で,できた山本さん、ちょっとここに写っています。これ月曜日に撮った写真です。まあこういったあの取り組みの中で、いろんなデータベースの統合みたいなことをしているということです。えっと最後またちょっと時間なくなってしまいましたけれども、はい、終わりたいと思います。以上です。